皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はブレイダージョンさんとの疑似 5G バトルをやっていきたいと思います。今回ブレイダージョンさんのデッキはジョメマルが担当させていただきます。そして対戦相手は私の水渡るです。よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。お互いのバーストベイ、せーの、じゃん。エイジヘリアスドリフト 3A、 テンペストルシファーユニバース 2S、 ファーストバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュこっちだね、こっちだね、こっちだね、はじくんだよ。おおお、あ、落ち着いちゃったか、落ち着いてしまったか。でもドリフト粘るんだよな、何か触りに行っちゃダメ、触りに行ったらあいつ永遠に吸収し続けられない。頑張れー。スピンフィニッシュ、レイジヘリオスにワンポイント。やったぜ。うっそ、マジ強すぎんだよあいつ。お互いのセカンドデイ、せーの、じゃん。テンペストハイペリオン、ホイールエクステンドプラス 1S、 レイジヘリオスドリフト 2D、セカンドバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いや、アタック力は犠牲になってるからな。頑張ってくれハイペリオン、ハイペリオン。さあどうだ、ドリフト最後粘ってくれ。テックフラも結構粘るからな。いや、ちょっと待って、遠い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 、もっと近づいて、そうそう、近づいて近づいて近づいて。ハイペリオン、スピンフィニッシュ、レイジヘリオスに1ポイント。やっぱこれおかしいよ強えな。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。ブレイブルシファーエクシードダッシュ X2S、 マスタースプリガンハイブリッド、サードバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。危ねえ危ねえ、怖え怖え、やばいやばいやばい、飛ばせ飛ばせ飛ばせ、やばい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 、めっちゃめっちゃ削られた、やばいやばいやばいって、うわ、めっちゃ削られた、やばい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 、頼む最後粘り合い、頑張れ頑張れ頑張れ、ドロー、嘘、ドロー、嘘、わかんねえわかんねえ、俺はわかんねえ、え、今はハイブリッドだった、今はドロー、マジか。審判がドローと言ってるドローなんて分かんねえ。レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。飛ばせ飛ばせ、危ねえ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 、そこそこにいろ、もうそこに一生そこにいろ、そっち危ないよ、そっち危ないよ、ついてしまったか。いやでもね、エクシロダッシュ X 結構粘るんだよね。こけろ、早くこけてくれエクシロダッシュ X。 スピンフィニッシュ、よしよしよし、マスタースプリガンに1ポイント。怖え。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。フォローデスサイザー、アルティメットリブートダッシュ 1A、 タクトディアボロスイグニッションダッシュ、フォースバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。怖え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 、怖い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 、正常的には送り拒否ができるはずだ。怖い怖い、やめてやめて、送り出して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 、スピンフィニッシュ、マジか。フォローデスサイザーに1ポイント。2か、そうだね、いい勝負。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。ワールドディアボロス、ゾーンダッシュベッド 2B、 スバイディアボロス、ホイールゾーンダッシュ Z ゴク、フィフスバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。わー、フィニッシュ、ワールドディアボロスに2ポイント。文句なしの勝利だ、場所が悪かったよ。ということで 5G バトルの勝者はブレイダージョンさんの勝利です。やったー。
ということで今回はブレーダージョンさんとの疑似 5G 対戦をやっていきましたが、いかがだったでしょうか。いやー、強い。強かったね。ジョメマルは普段エクシードダッシュ X を使わないんだけど、なんか今回そのブレーダージョンさんがこのカスタマイズをしてくれたおかげで仲良くなれた気がします。ちょっといい動きしてたよね、うん、あれめっちゃ怖かったわ。いや、俺の一番の誤算はホローデスサイザーなんだよね。あいつにあんなに粘られたのがちょっとびっくりしちゃったね。このアルティメットリブートダッシュってね、なんかそんな粘らないだろうと思ってタクト IG ぶつけたんだけど、意外に粘られてしまったな。いや、最後のオーバーはもう文句ねえわ。超悔しいわ、マジで。あれはもう文句なしの勝負、うん、超悔しい。でもあれだね、いい勝負してて、まあいい感じだったね、うん、このブレイブとか、ね、フォローとかってあんまり普段対戦してると見ないって言ったらあれだけど出てこないタイプのレイだから、こういうのが全然まだ輝けるよっていうのを見せてくれるのは本当嬉しいね。ちょっと俺も使ってみようかなって気になるしね。疑似対戦企画の相手はまだまだ募集しておりますので、概要欄にある動画に飛んで 5G デッキをコメントしていただければ応募完了となります。詳しいルールもそちらの動画で紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。この動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。